県警はきょう佐世保市出身の歌手でタレントの前川清さんに9回目の偽電話詐欺等被害防止広報大使の委嘱状を交付しました前川清さんは2016年から8年半にわたって県警の偽電話詐欺等被害防止広報大使を務めテレビやポスターを通じた啓発活動に取り組んでいます おじいちゃん、おばちゃんたちもどうぞお気をつけて、お金を大事に騙されないようにしていきたいと思います。県警によりますと、去年県内では一昨年を31件上回る144件の偽電話詐欺の被害がありました。被害者の半数以上は65歳以上の高齢者です。被害総額は令和に入り最悪の3億7741万円に上りました。 儲け話がありますよとかそういったあいろんなそういう意味でのおいしい話は気をつけていただいて病気と一緒で、えー、自分のことは自分で守らないといけませんよね。他人には取られないようにちゃんとお守りになって気をつけていただきたいと。